亀井小麗美は岩見津和野藩の第11代の藩主。津和野藩亀池12代。文政8年10月5日、筑後久留米藩の第9代藩主、有馬頼りの六尾として、江戸で生まれる。天保10年に津和野藩の第10代藩主亀井ここ方の養子となり、6月21日にここ方の隠居に伴い家督を継いだ。天保十一年二月に1位した。 おきかみに、ジョイ、任官する。天保十三年、宿老の、田後丹波を隠居させて、反省の実権を握ると、おかくマシンを投用して、学問を奨励し、さらに、江戸深川にある下屋敷を売却するなどして得た一万両を、学問関係に投資するなど、学問発展に寄与した。万円元年二十四人下に少女する。幕末期は、長州藩の隣藩だったことから、 砂漠派と尊王派の間を苦慮した形となり、慶応2年の第二次長州征伐には消極的な立場を取り、幕府軍が撤退すると、幕府が目付として残していた長谷川旧三郎を長州藩に引き渡して和睦している。以降は新政府への教順を積極的に示し、廃上令発令に2年先立つ形となる1871年の廃藩に合わせて、 巨城三本松城の破却を行った。慶応四年に1月には新政府の参与に任じられ、岡熊海、大に高正、福場義静と続く、国学系府を、藩内から築いているなど、教育関係に引い出た手腕を持っていたことから、人技事務局判事、規定職人技事務局、タスク、人技官副知事などを歴任し、宗教関係の行政を主に任されることとなった。 明治2年6月、藩籍奉還により、津和の藩知事に任じられ、十四位上に少女する。明治3年には、正四位に少女され、明治4年には、十三位に少女された。なお、諸藩に先立って6月25日に、廃藩知見により、藩知事を面官された。明治9年、家督を、養子のこれやきに譲って隠居する。明治14年には、君三党。 旭日中受賞を授与された。明治18年3月23日、東京の小石川邸で死去した。去年61。ありがとうございます。